マーク塾。なんじゃ、篠原です。今回は全国模試で名前が載った現代文のマーク塾ということで、俺と俺の生徒が兄弟模試で名前が載りました。まあ俺も載ったんですよ。俺の生徒もまあ兄弟模試で名前載ったんですけど、そんな人間が使ってる、まあ、現代文のマークですね。まあ、その読んでいきながらどうやって線を引くのか、どういうところに、まあ、こういう着目するのか、みたいなことを紹介したいと思います。とりあえず、まあ、伝えたいのが4つと、まあ、ラスト1個ですね。で、まず1つ、マークするべきは、順説と逆説と要約と定義です。この4つをマークしていくといいよというところで、まあ実はこちらですね、現代文ゴロゴ、板野先生が書いた、現代文ゴロゴなんですが、俺これ高校生の時に読んで、で、それをまあずっと使ってたと。で、まあ俺全国模試で名前載って、で、まあ、その後ね、この仕事やるようになって、京大受ける受験生に教えて、で、京大模試で名前載って、まあその人受かったんですけど、京大ね、まあっていうようなやり方になりますと。で、まあ何かっていうと、そしてっていう順説があったら、まあ現代文の文章ってこう、普通にこうね、縦書きだと思うんですけど、こう縦書きでこうやって文章があって、その中に、まあ、そしてとあったら、ここのそしてのところにマークを書いていくんですね。で、どう書くかなんですけど、そしての場合は、下三角を書きます。そしてと。で、これ何かっていうと、話がこうバーッと順説の場合ってこう進んでいってる感じするじゃないですか。で、こっちからこう書くとなんかこうこのまま話が進む感じがするんで、そしては、まあ、下の三角形を書きます。で、逆にしかしですね。逆説の場合、しかしの場合は反対です。しかしの場合は逆の三角形。まあ、こう流れに逆らってる感じがあるので、まあ逆の三角形を書きますと。つまり、まあ、要約のつまりが来たら、これは、要約の場合はこういう矢印を書くようにしています。で、なんでかなんですけど、この、そしての場合って、まあ言ったら A、そして B、そして C、そして D ってなるわけですよ。つまり E って言ったら、E が一番大事でしょ。A、そして B、そして C、そして D。つまり E って言ったら E が大事じゃないですか。なので、まあ、要約の場合、すごい大事なので、この後がものごっつ大事なんですよね。なので、ここのところがすごい大事になるので、つまりの場合は、特にね、こういうふうに矢印を書いて、まあ、強調すると。で、A とはという定義ですね。なんかのそういう定義が出てきたら、そこはまあ、マークしていかないといけないですね。で、A とは、あったらこの A にぐるっとマーク、キーワードなんで A にぐるっとマークして、その後に線を引いていくと。まあこの A のところには例えば民主主義とはとか、まああるいは著者が大事にしてそうなキーワード、建築とはとかね、遊びとはみたいな感じで、こう何々とはってあったら、その何々を著者はどう定義しているのかっていうところにこう線を引きます。まあ丸書いて線ですねっていうのをやりますと。で、なぜこれが大事かなんですけど、現代文の問題っていうのは、最終的に例えばこういう A とは B であるっていう風に、書いてあって、そこにこう、線が引かれてると。で、まあこの棒線部に、まあこの棒線部が引かれて、この棒線部 A とは B であるとはどういうことか説明しなさいという風に言われることがあります。で、そういう時はもう単純に、この線引いてるここのところですよね。この定義に当たるところをここに入れて、この何々とはで B に当たるところ、ほにゃららであるっていう風にすれば、もうこれで答えが成立するんですよ、ほとんどの場合。なので、まあこの定義のところっていうのは、その棒線部引いてあるいかにも大事そうなフレーズに対して、まあそれぞれ著者がどういう定義をしているかを探して、まあそれを線引いて弁とはめるとっていう風にやってもらったら、もうこれができるだけで偏差値60確定ですね。なので、まあこのそしてとか、しかしとか、つまりっていうのは、著者の主張を追っかけるっていう意味で重要な、マークになるんですが、この A とはとか定義とかに丸深いで線引くっていうのは、問題を直で解く上で必要なテクニックなんで、まあこの4つが、まあ重要かなというところになります。そして、現代文において一番大事なこと、マークはあくまでテクニックです。で、これがね、現代文の、言ったら勉強の仕方というか、勉強する上で、非常に難しいところなんですけど、あのね、マークなんぼやっても点にならないんですよ。で、実際、まあ、俺も受験生の時は、現代文のマークいろいろやりました。で、まあ、これで京大模試名前も載りましたし、で、俺の生徒にも一応これマーク塾教えましたよ。だけど、最終、じゃあ俺の生徒が、あるいは俺が、そういうマーク塾を使ってマークしたか、してないです。
だけど点は取れるんです。でこれ多分ね、これ今日これなるほどと思ってやると思うんですよ。やってだからなんだと思うと思うんです。でだからなんだってなったらやっぱり点は取れないわけなんですね。現代文の本質っていうのをつかまないと現代文はできるようになりません。まあ過去動画でこちらですね、現代文に関する動画、現代文の解き方読み方をまあ長々と話した動画あるんで、これがまあ現代文の基本です。これが分かってないと現代文は取れるようになりません。でこれが分かった上でさらにそのテクニックとして、できるようにしていこうとなったら、まあこれとかをね真似して使えばいいんですけど、まずはね、まあ俺のこの動画まだ見てなかったら見た方がいいと思います。で現代文取れないんだったらね、取れるんだったらいいですよ。取れないんだったらこれを見て現代文の本質はこれなんだなと、なるほどこうやれば現代文っていうのはできるんだなっていうのが分かった上で、じゃあ次こういうマークをやって著者の主張を追っかけていって、著者がこうやって言ってるんだから、まあ、この要素を答案に書こうとか、そういうことをやるっていうのをできるようにしていきましょうっていうのが、まあ、俺の提案で、あくまでこれはテクニックです。でじゃああくまでそんなテクニック、まあ言ったらこれができるようになったところでこれだけできても何にもならないよっていうのをなぜ紹介したかなんですけど、理系とかで全く何にももう全然わかりませんって人いるんですよ。全然何にももう手も一歩も動かないと、もう一歩も進めませんって人が一定数いて、そういう人はまあじゃあせいぜいこれでなんか手を動かして分かった気になりましょうと、分かった気になればまあなんかね解ける問題も出てくるかもしれないということで、全く手も足も出ない、何にも手が動かないっていうぐらいだったらこれを動かしてみてくださいということで紹介させてもらいました。でも現代文の本質が分かってないと現代文は読めるようにならないし、逆に本質が分かっていればこんなんしなくてもできるようになります。あくまでこれは現代文のマークのテクニックであり本質ではないということを分かっておいてくださいというところですね。はい、ということで現代文のマーク術ということで、まあね俺自身、このマーク術を使って兄弟模試で名前が載った、まあ、これはまあ事実なんで参考にしてもらったらと思うんですが、一番現代文で大事なのは本質です。本質を抑えること、そしてある程度実力がついたら添削指導、これが現代文が一番伸びる、勉強なのでぜひね、その2つをまあ考えてみてもらえたらなと。でこれはもうとりあえず何もマークの何だろう手段を何も知らないっていうんだったらやればいいし、本当に全く一切手が動かないっていうんだったら、まあ、やってみてくださいというところでした。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。